でございます、本当に。いや、嬉しいですね、本当、プチオープン、綺麗な、また感じで店で、まあ、本当、ストーンマーケットの、ね、内装チームで今回やったんだけども、結構いい感じでレストランできたんで、意外とうちもレストランも行けるなって感じなんで、ちょっと今後行こうかなと思ってます。はい、アクセサリーに続いて、そうですね、本当、やっぱりね、アクセサリーがどうしてもアクセサリーがメインだから、あんまり内装はこだわっても、そこがやっぱりメインじゃないんで、今回の場合、レストランの場合、やっぱり内装が結構メインになるんで、やっぱり結構ね、思いっきり近いでいきたいなと思います。いや、今回も本当アジアの融合です。本当、しかもモダンです。しかも今回も持ってきたこのシャンデリアなんかは全てベネチアンです。なので今回もヨーロッパありのアジアありの、本当ヨーロッパ人が作ったあの何アジアン風のレストランみたいな感覚で作ってみましたね。なんでまたちょっと雰囲気が違うと思います。まあ、いつもストーンマーケットで使っているようなああいう石のレリーフ。そしてお約束の、まあ、お水ですか、はい、滝ですね。滝ですね、お約束の滝。お約束のあの滝、そしてやっぱり豪華さを出すのにこのシャンデリアと、はい、ちょっと思いっきりいろんなところを組み合わせてみました。どこに座っても最高のロケーションをできるようにしました。なので本当どこに座ってもカウンターに座れようがこっちに座れようがどこでもいいです。そしてビップルームまた作ってます。一応こちらが個室ビップルームで、こちらも本当にイタリアンテイストですけれどもプラスアジアも入れた本当におしゃれな空間でちょっと作ってみました。ビップの中のまたビップルームということで、こちらの方にはビップ、はい、この辺りは海外から持ってきてるんですか。はい、今回はですね、私会いました。このシャンデリアがいい、そしてこの椅子、テーブル、そして家具、そしてソファー、はい、そしてこのランチョマット、お箸、箸置きまで全て海外でストーンマーケットの仕入れをしながらちょくちょくやってきました。まあ、こういうのがやっぱうちのいいところなんでね。しかもやっぱり日本にはないものを全て使ってるんで、こういう機能モニュメントなんかもまず日本ではもうほとんど作ることないと思うし、これもやっぱり外国で見てきたものをやっぱりそのまま作ったり持ってきたりしてるんでですね。そしてやっぱしね、火も焚いて、やっぱり本当に自然感を思いっきり出しました。福岡じゃないみたいですね。まずこれは福岡ないでしょうね。なんでもうここは本当にあの階段を上がっていく時からだんだんだん違う空間になっていて、そしてガラリと気分が変わって、ここは大名じゃない、もうリゾート地っていうふうにやっぱ思わせたいなと思います。どうも皆さん、今日は本当にお忙しい中、そして雨の中、このムータタに足を運んでいただいてありがとうございます。ストーンマーケットというのはやっぱり日本にはないものっていうものをどん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 日本に持ってきて、いろんな人に見てもらいたいんで、やっぱりこの今度はアクセだけじゃなく、こういうレストランとかもしながら、こういう料理、そしていろんなディスプレイを見てもらいながら、いろんな世界のものを日本人が見たことないようなものを見せていきたいと思って始めました。そしてあの料理の方もいろいろこだわって、今からストーンマーケットはこういう飲食業界もちょっとずつやっていきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんご協力というかご支援よろしくお願いいたします。On behalf of my very good friend Mr. Nakamura, we would like to welcome you all here tonight to his new restaurant project, Mutata. じゃあそれでは乾杯。ちゃんと行き届いてればいいんですけど、皆さんにちょっと大変で、いらっしゃいましたので、いらっしゃいましたので、本当についこの間から一緒によく飲みに行ってるんですけれども、ぜひうちの本当料理人たちをね、一回ね紹介してもらいたいなと思います。そうですね、しかもプライド風に、あ、プライド風にそれではまず和食エスニック担当、今と元博そして和食寿司担当の重富義文、そしてフレンチエスニック担当吉澤大輔、どうぞ。ストーンマーケットプレゼンツ、ムタータズ
Celebration by Terry Schiefer. Here we go. Yeah, Terry with a macho like an honest. Yeah, top and second. Second and third. Terry, you still okay? I'm still good, man. No. プロにすっかりお株を奪われている司会の2人です。Ladies and gentlemen, it's time for bingo time! 一発目、出ました、はい、N の32です。あのリーチの人手挙げてください。どうでしょう。ありがとうございます。おめで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 とうございます。そうだったんですか、はい、その代わりと言っちゃうんですよ、水晶2本ここに並べて最初はグーじゃんけんぽいチョキです、チョキじゃんけんぽい、はい、決まった、おめでとうございます、はい、25万円相当の、はい、重いですよ、重いですどうぞ、すいません、おめでとうございます、おめでとうございます、ありがとうございました、ビンゴじゃんけん大会でした、ありがとうございました、おお、鍋をもうどんどんセットしちゃってください。まずこの店のムータタなんですけども、ムーは豚、タタは鍋なんですけれども、まあもともとこれがまあメインというよりかはムータタというものを俺が初めて見たとき、鍋みたいな焼肉みたいなのを見たときに、やっぱりアジアの食文化はやっぱ面白いなと思って、やっぱり世界の日本が知らないような、日本人が知らないような食べ物を日本に持ってきたいなというまあきっかけだったんで、まあムータタっていう名前にしました。なので本当美味しい料理、他ではあんまりないんで、ちょっとこういうしかもおしゃれなところでぜひ食べてほしいなと。もう雰囲気だけで酔わしてくれるような、いい意味で酔わしてくれるようなお店だなと思いました。タイバーベキュー、うん、タイバーベキューももうすごい美味しかったです。素敵で、もうトイレはお姫様気分、さすがだな、さすが中村代表、前田部長だなっていう感じですね。素晴らしいですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした、本当に結構いい感じで来ましたね、盛り上がりましたね。ですね、今日も本当にいろんな人たちいっぱい来てくれたから、ね、嬉しいですね、やっぱりその時みんなも期待してくれてるのかなって感じだったので、あれはね、やっぱりね、飲、は、食、い、的なまあ料理とかもあれなんですけど、サービスとかそこら辺をね、はい、うまく追求していきたいですね。なかなか難しいんですけどね、やっぱりその販売業と飲食業っていうのはやっぱり違う部分も一緒の部分もあるんでしょうね。ありますかね。だからまあそこをうまくうちは販売ずっとやってきたんで、それを使いながらこれからもやっていきたいですね。まあ、これは本当にまだ第一歩なんで、ね、ここから広めていくんで、まあ、これが終着点じゃないんで、これを一歩にまた今からどん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 突き進んでいきたいですね。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。